はい、どうも、フリーアジェンダです。どうも。はい、ちょっと今回は、すげえ今更と言われる可能性もあるんだが、僕がなんか一昨日読んで面白かった本について話したいなと思います。よかろう。僕普段ビジネス書ってほぼほぼ読まないんですけど、そうですよね。うん、読まないんですけど、ちょっとたまたま一昨日時間があって本屋にいたんで、前からいいなって言われていた本を立ち読みしたんですよ。そしたらこれがすごい面白くて、立ち読みというか座り読みですかね。座って読めるタイプのスタイルだったんで。はいはい。で、中目かどっかでしょ？で、めっちゃ面白いと思って、一気に読んだんですよ。もうその座り読みで。でも僕よく考えたらこれ Kindle で買ったんですよね。持ってたけど本屋で立ち読みしたっていう。その体験なんかすごいね。やっぱなんか本っていいなって思いました。本屋に伝えると喜びそうだね。確かに。授業の種になりそうだね。いや、しかも、すごいこの体験が良かったなって思ったのは、もうバーって、なんていうか、その細かく読まなくても最終的には Kindle 持ってるから、とりあえず要点だけかいつまんで、もう一回読みたかったら Kindle 参照すればいいやっていうふうに思って、パラって読んだのね。やっぱパラって読んで要点かいつまむには、やっぱ Kindle よりも書籍のインターフェースが優れている。確かに。でも後からいつでも見返せるっていうこの安心感は、やっぱり Kindle の方が高いので、なんか両方あるっていうことがすごいいいなって思ったんですよ。これ確かに祭り始めちゃう。確かに祭りやわ、しゅいよしゅい。始めちゃう。いいよ。よっしゃ、メンバー集めろ。あ、で、俺だけ。実行委員長、わし。はい。って話です。で、この本が、これね、一時期結構スタートアップ界の人が騒いでたらしいんだけど、ケンスーさんが言ってましたね。あ、そうかもしれない。ノーフロップ。失敗できない人の失敗しない技術、みたいな話ですね。これ読んだこともある人も、いるし、読んでない人もいると思うんだけど、ちょっとあえてこれを僕とヤモティの切り口で話すと面白いかなと思って話すんですけど、これ読んだ？買ってある。買ってあって、なんかちょっと読んだんだけど、あんまこうビビってこなかったからすぐ読むのやめた気がする。なんか内容的にはすごいなんかシンプルで、なんかユーザーインタビュー、てか前提としてほとんどのサービスとか事業って失敗しますよねみたいな。で、そういった事業ってでも頑張ってこう市場調査とかグループインタビューとかやって、一応こう情報を作る前にいっぱい集めて検証したのに、なぜみたいな話なんですよ。で、結論すっごいざっくり言うと、いや、その、金払ってねえ人間の言うこととか意味ねえわみたいな話なんですよね。なんかめっちゃそう。この商品、こういう商品があったらいいと思いますかみたいな質問して、めっちゃいいと思いますみたいな。で、購買するつもりありますか？なんか 75% がはいって答えましたみたいな情報、クソだみたいな。マジでそうなんですよ。でしょ？それさ、いろんな人の耳元で言って回ってくれる？僕もめっちゃ最近そう思うんですよ。最近そう思うんですよ。そう、非課金、正金、送金。で、そこに繋がる。で、なんで、それまずクソだと。だから、失敗しますと。なんで、すげえラフでもいいから、プレトタイプっていうのを作って、プレトタイプね、プロトタイプじゃなくて。プレトタイプって言われるものを作って、まず売れるかやってみることめちゃ大事だよねって話なんですよ。わかるよ。納得感あるじゃないですか。あるよ。僕もめっちゃあるし、これヤモティとこの話したいなって読んだ瞬間思ったんだけど、で、なんかその、プレトタイプっていうのは、プロトタイプと何が違うかって話なんですね。なるほど。で、このプレっていうのが、ちょっと日本語だと若干ややこしいんだけど、プリテンド、振る舞う。なんかそのふりをするとプロトタイプのこう混ぜこぜの造語。なるほどね。で、プロトタイプっていうのは、すごいもういろんな検証がそこに入ってると。もちろんそれが売れるかどうかっていう検証もあるんだけど、うん、そもそも作るのにどれくらいコストがかかるかとか、うん、大量生産する工程で何がネックになるかとかっていうのを確かめるっていうのもプロトタイプに含まれているから、プロトタイプって別に、はいはい、プロトタイプって言うけど実際は作るときに本当に100万とか1000万とかかかるレベル そのプロトタイプの工程も全然世の中には あるし、そういうのプロトタイプって呼ばれることも全然世の中にあると。うんうん、プレートタイプはそのプロトタイプがあるように振る舞うことなんで、うんうんうん、価格としては本当にもう数千円とか数万円とかで作って試せるものじゃないと、うん、プレートタイプじゃないと、うんうん、そこはまあ区別した方が良いと。間違いないって話で、その後にこのプレートタイプとして、まあ、どういうやり方みたいのをして、その初期検証したら面白いかっていう話を、うん、実例交えて話してくれるんですよ。なるほどね。めっちゃ面白そうじゃないですか。いやすごい、タベリの時の話みたいじゃん。そう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 マジそうなんですよ。うんうん。で今ヤモティの送ったリンクにそのプレートタイプの方法がまあ8つ型がね分類されているんですね。ね、うん、まあメカニカルターク型、ピノキオ型、偽の玄関型とかあるんだけど、うん、聞いてる方はぜひその概要欄のリンクから読みながら聞いてもらえるといいね。そうですね。はい。まあ例えばすごいわかりやすいやつだとメカニカルターク。うんうんうん、メカニカルタークってなんか Amazon がやってるギグワークスのサービスでもあるけど、うん、まあ、これはあれですね、なんだっけ、メカニカルタークってあれなんだっけ、なんか昔のオランダかなんかの機械人形みたいなやつですごいもう、うん、まるで人間がいるかのように振る舞う機械の人形みたいなんだけど、実は実際人間入ったみたいな。ああ、なるほどね。そういうのが偶話の話、自動で動いてるやつの後ろで人間が動かしてるよく見る絵みたいな感じの話、ね、あ、そう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 、はいはいはい、だからこれマジすげえみたいな、まるで人間が動かしてみたいな感じだけど人間動かしてみたいな、うん、なんかこの献立は AI が推薦してますって言いながら僕が考えてる、あ、そう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 、まさにそううん、うん、でなんか実際っていうかこの人が考えてる例えばメカニカルターク型はなんかコインランドリーのその洗うやつの隣に、なんかこの機械に服全部ぶち込んだら、畳まれて戻ってくるっていう風な、うん、こう自動のそのアッセンブリ機械みたいなのがあったら売れるかみたいな。はいはい。おー、面白い。で、なんか技術的にはそれ作れることは分かってたけど、うん、実際、まあ結構お金かかるし売れるか分からんと。うん、なんで、コインランドリーに行って、隣にその機械を、まあ機械っていうかそのハリボテみたいなやつを作って、うんうんうん、そこに投入してください。なんか1回2ドルみたいな感じで機械を置くと、うんうん。そこにぶち込むと、中で機械音でガシャンガシャンみたいなの流しながら人がめっちゃ畳むっていう。後ろで畳のプロのおばちゃんが、ね。そうそう、畳のプロの人に畳ませるっていう。うんうん、で、これで実際売れるかどうかやってみたみたいな。はいはいはい。めっちゃいい。話とか、うんうん、あとなんか実際に、こう、なんていうの、ホーム用品、なんか手袋かな、忘れたけど、手袋かなんかみたいなやつですげえいいアイデアが浮かんだ人がいて、うんうん、でもなんか売れるかどうか不安だったから、うん、その人がやったのが、なんかその、いわゆるメルカリみたいなところで、うん、IKEA の店員の服装と帽子みたいなやつを仕入れて、ほう。で、IKEA の店員に完全になりすまして、うん、で IKEA で棚整理してるふりして、その製品作った手袋を、なんか、うん、いくつか勝手に棚に並べるみたいなで値札貼っといて、うん、でその後そっと店員のふりして遠くからその棚を見守るみたいな、うん、であの人は立ち止まったみたいな、すごい見てるみたいな、うん、買うかなみたいな感じで、うんうんうん、なんかカゴに入れたみたいな、うん、やっぱり買うみたいな感じになってで普通に買う人は何人いるか見てたみたいな、ポストんねえぞとかちょっと心配になったけど、そうそう、でなんかその店員が実際のレジの店員が混乱して、うん、これなんすかみたいなないんすけど、こんなでもまあいつもあげますみたいな感じで、うんうん、ただでレジ通して、その後にその人を捕まえて、うん、あれなんで買ったんすかみたいな感じ聞くっていう、なるほどね、めっちゃ良くない？超面白い、うん、めっちゃ良いみたいなやつが延々とまあ用意されてるっていうか話されてるんですよね。いやーでもその金払っていない人の意見はクソだみたいなのめっちゃそう、うん、すごいなんか今ヒカルさんづてで聞いたからこの本は面白いのではないかと勘違いし始めている。まあヤモティ読んだら結構普通っていうか、まあそうだよねって感じだと思うんだよね、うん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 、僕もなんか死ぬほど新鮮っていうよりは、まあ、うん、そりゃそうだなっていう感じがあるけど、でもなんかここまでそのちゃんと事例みたいなの交えて体系的にまとめてくれてるってことにはなんかすごい価値があるなと思ってて、うんうん、なので結構こういう話っていうのもスタートアップ界隈ではありふれてて、うんうん、企業の科学っていう、まあ、本とかあるけどちょっと、うん、まあそうね企業の科学まああれとかにもなんか Airbnb も最初はなんかとりあえずエアベッドでやってみたとか企業の科学って田所さんだっけ田所さんみたいな DD2002 期のやつだっけあそう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 DD2002 期この名前の付き方超面白いなと思ったけどそうね、その人も例えばあとピックゴーとかも最初全部その創業者が自分たちで運んでるとか、そういう話はあって、まあ、ありふれてるっちゃありふれてるんだけど、うんうん、なんかすごいよくまとまってるし、うん、その IKEA の話とかめっちゃおもろいなと思って、それ実はなんだよね。はいはいはい。でもさ、なんかあれなんで、そのプロトタイプとプレトタイプって分けて検証するっていう概念は僕スタートアップの中にあんま広まってないと思うんだよな。なるほどなるほど。うん、なんか、うんあれなんですよね。食べる時はプロトタイプはスラックで作ってるんですよ、うんうんうん、スラックとスプレッドシートとガスで作ったのがプロトタイプなんですけど、いわゆるプレトタイプはここならなんですよ、うんうんうん、でこれは全然別でつながってないんですけど、はいはいはい、別々の検証してたんですよね。どういうものを作ればいいのかっていうのと何だったら売れるのかみたいな。で結構その今のここならで売るみたいな話は、うんうん、IKEA の話と結構近いって言ったら近い、うん、確かに棚に並べたインターネットだったら結構簡単に簡単ですね。まあそうね、マーケットプレイスとかの免許で取れば簡単にできるみたいな、うん、確かにメルカリで売るとかもね、うんうんうん、今だとできるんだと思うし、そうだね、うん、いやだからそれは結構面白いし、まあヤモティとか結構創業期こういうの、まあ、特に誰から言われたわけでもなく事例やってるんだなみたいな。好きっすねそういうこういうの。僕も好きっすねでもこういうの、うん、うんなんか好きですね、意味のある検証をしようと思うとそういうところに行き着くんじゃないかな。うんそうだね。やっぱユーザーインタビューとか結構するけど、うん、そんな本気で答える義務ないじゃん。ないんだよね。今からガチで想像してくださいみたいな、こういう商品があるとするじゃろみたいな、あなたが今1500円払おうとしてるとするじゃろみたいな、うん、どう思うとか言われてもああみたいなまあ払うって言っときゃ喜ぶしとこいつみたいな感じでみんな答えるよそうだね、うんいやインタビュー本当に買った後の人にしか意味ないからな。うん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 。うん。それは本当にそうだなと思いますね。はい。いい本ですね。うんいい本ですよ。プレトタイプってあえてなんか名前つけてラベリングするのもいいなって思いました。あ本当にそうだね。うん。名前重要説。そうそうなんか別にこれってプロトタイプの一部とか。なんかすごい初期プロトタイプとかっていうこともできたと思うんだけど、うんうん、そもそもその結構違うものであるっていうことをちゃんと言ってるのがすごいいいなと思って、確かにプロトタイプってすげえなんかでかい概念だなと思ってて、確かに多分プロトタイプ作ってまず見せた方がいいよとかっていうと、とりあえずもうなんかね、うん、リアクトとかで実装し出す人とかいると思うからはいはいはいやりがちだな、うん、でもそれってなんかじゃあアプリマーケット通すのコストとかもいろいろかかるよねとかうんうんうんそれと比べてめちゃくちゃ簡単にもう今日考えて明日できるみたいなもの、うん、そのどう振る舞うかっていうところがすごいやっぱクリエイティビティ高いなと思って。間違いない。プレッタイプってすげえなんかその作業コストっていうよりはその発想力だったりとか、うん、その勇気みたいなものがすごい問われる、うんうん、っていう意味でプロトタイプと多分全然違う。プロトタイプはその作る工程自体もそこそこコストかかるから。そうですね。なんかアイデアの不確実性、ビジネスアイデアの不確実性はプレトタイプじゃないと検証できなくて、うんうんうん、なんでホワイなんですよね、うんうんうん、なんだけどプロトタイプはハウとかホワットなんですよね。確かに何を解決策と提示するかみたいな、うん、どうやって作るかみたいな。なんでレイヤーとしては順番逆なんですよね。プレトタイプっていうものの方が僕的には上だなと思ってて、上ってかそうですね、前ですね、圧倒的に先に必要だなっていう、うん、そこになんか刺さるものがないと市場がないで終わるんで、うん、うん、いや本当にこれは面白いなって僕は思いました。はい。なんか最近あんまり世の中に出せなくなったんですけど、うちの妻の新規事業っていうのが1年前にありましてですね。懐かしい。実は今事業になってるんですよ。まあ彼女の検証の壁打ちとかも結構載ってましたけど、おもろ契約が取れて、うん、事業になっちゃってるんですよ。すごっでどうやって作ったらいいのみたいな。めっちゃおもろいね。うん、じゃあプロトタイプはとりあえずエアテーブル使うと大体何でもできるよみたいな、はいはいはい、じゃあエアテーブルやってみるみたいなので、うんまあ、僕もちょっと触って教えたりしてます。うんおもろいっすね。ねなんか近沢さん、オーティファイの、はい、バーニング近沢がよく言う、もう先に売ってこいみたいなのもそれに等しいと思うんですよね。デモ作って、うん、実装する前に売ってこいみたいな。うん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 。うん、なんかでもそれ結構世の中に特に SaaS とかだと増えてくるのかね。昨日なんかあれスマート HR の宮田さんかな、が宮ポンがそのなんか最近スマート HR がこう契約してもらうときに、うん、まあとかアップセルしてもらうときによく聞くのがなんかその今の性能だと欲しいものがないけど、うん、もう改善スピードが半端ないことが分かったから、うん、なんかいつかできるって期待感があるから契約するわみたいな、うん、その未来に対してお金を払ってくれてるみたいな感じがあるみたいな話をしてて、うんうん、それってやっぱすごいなと思ってて、すごいよね。あるものというよりそのポテンシャルというかその延長線上に、うん、を見据えてそこに対して先のお金を払ってくれるってなんか、うんうん、とてつもないなんかそのプロダクトというよりはその会社、うんうんうん、買ってくれてる感じがめっちゃすごいなみたいな。いやでも本当そうよね、うん、本当そうよ。それはかっこいいよな。なんか今あるものをはめに行くとかってSIR さんの仕事というか仕様書を定義して受注してその通りのものを作るみたいな感じだけど、うんうんうん、将来どうなるべきかっていうものは誰も対応っていうか見えてないんで、それに対応できるっていうのはなんかすごい付加価値が高いんでしょうね。なるほどな。うん。でも結構やっぱ先見性というかその、ね、ちゃんと考えて事業のことちゃんと考えてそこに金払おうってやっぱなんないから。そうですね。買う側の気概というか先見性みたいなのもやっぱ必要な気がするよね。そうなんですよ。なんならちゃんと金取ってくれるかみたいなところに払いますもんね。うん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 。なんか君たちはこのビジネスが永続的に続くような工夫をしてますかっていうのを僕は問いたくなるから、うん、なんかちゃんとしたプライシングモデルになってるとかそういうところの方が信頼度が増してお金払いたくなるんですよね。高い低いじゃなくて。うん。ここは長く続くし長く続くってことは良くなるから我々の問題解決するなってイメージが湧くみたいな、うん、なんか結構採用とかも結構そうだなとは思って。確かにだから今何ができるかっていうのももちろん大事なんだけど、祭りだ今できないこっちが求めていることが今できなくても明らかにこいつすぐにできるようになるだって必然性みたいなのが見えてればなんかそこ自体はあんまり問題ないというか、だから今持っているその既存のハードスキルよりはなんかそれをラーニングするための、その頭の良さとか、やる気があるかみたいな方が、まあなんか1、2年スパンで見ると全然大事だなとか思って、なんか途中でその採用やった時に途中からそれめちゃくちゃ思ったね。うんうん。だからなんか SQL 必須とかっていう縛りってマジ意味ないなと思って。わかるわかる。あんなん誰でもできるし、みたいな。マジで。なんか、とはいえ、スキルを学習することができたのかっていう過去は見る必要があると思うんですよね。まあそうだね。そのソフトウェアエンジニアとしてやっていきますって言ってるのにそのコードが書けませんはありえないと思ってて、うん、それはそう。だからそれはチェックすると思うんですけど、そういうのも含めてなんかその人の価値観とかがフィットするかみたいなチェックポイントになってきますよね、うんうん、本当にそうっすね、うん、それくらいやっぱなんか高い抽象度のレイヤーで人を見なきゃいかんなという、うんうん、そうっすね。まあそんな感じですわ。はい。いや、いい話でしたね。じゃあノーフロップ買ってね。はい。アフィリエイトリンクはこちら。マチルダのお小遣い。バイバイ。そうです。